皆さんこんにちは。元 NHK 紅白歌合戦出場歌手であり往年のスター眉住淳さん、不倫相手は誰だったのか、喉の病気は完治したのか、離婚の原因は暴力だったのか、さまざま話題に上る昭和を彩った大スターの現在に迫ってみました。眉住淳さんは本名を渡辺頼子といい、1948年5月26日生まれ、東京都調布市の出身です。平成以降に生まれた人にはあまり馴染みのない人物ですが、前述の通り紅白出場経験もある大物歌手です。1967年の第18回から1970年の第21回まで4年連続で計4回も出場を果たしています。昭和を彩ったスターの一人であることはこれらの経歴から疑う余地もないでしょう。眉住淳さんのデビューは1964年でした。この時は一部を分かりやすい漢字に変えたものの、渡辺頼子という本名でのデビューでした。この時はヒットに恵まれず、数年の間下積み生活を送ることになります。しかし1967年に石原プロモーションへ移籍してから、眉住淳さんの運命は加速し始めます。移籍後は作曲家の眉住敏郎さんのファンだったこと、そしてインパクトを考慮し現在の芸名である眉住淳に改名しました。さらに当時としてはまだ目新しく衝撃的だったミニスカートといういでたちで再スタートを切りました。近年は全く珍しくないミニスカートですが、当時は反発もあったことでしょう。逆に当時の人々が倖田來未さんの全盛期の姿を見たら卒倒してしまうかもしれません。芸名を改めてから初めて出した恋のハレルヤは、眉住淳さんのビジュアル、確かな歌唱力によって瞬く間に人々の目と耳の注目を集めることに成功しました。そして1968年に出した天使の誘惑が大ヒットを飛ばします。同年の第10回の日本レコード大賞に輝いたり、自身の楽曲を主題歌とした映画にも出演したりしました。主演も経験し、歌手だけではなく俳優としても大きな成功を収めることになります。しかしその後、度重なる不運が眉住淳さんの身に襲いかかることになります。眉住淳さんの最初の結婚相手はミュージシャンの江藤勲さんでした。1970年に結婚し、この時点で眉住淳さんは一旦芸能界を引退してしまいます。眉住淳さんのファンは悲しんだことでしょうが、歌手として俳優として栄光を勝ち取った眉住淳さんの人生はまさに当時のサクセスストーリーと言えます。誰もが羨望の念を抱いたことでしょう。しかし結婚からわずか3年後の1973年、眉住淳さんは離婚することになります。原因は江藤勲さんによる家庭内暴力でした。離婚とともに眉住淳さんは芸能界に復帰しました。当初こそブランクのため人気の低迷が見られましたが、眉住淳さんを悩ませました。しかし1980年には風の大地の子守唄、男はみんな花になれ等の楽曲が次々にヒットをとなします。さらに俳優としても再始動したことでかつての栄光を取り戻していきました。そしてこの時、眉住淳さんは7年の交際期間を経て2度目の結婚を経験しています。お相手はドラマーの石田秀夫さんです。今度こそは幸せな結婚生活をと期待されたものの、1994年に再び離婚します。この時の原因は収入格差でした。石田秀夫さんの収入は当時眉住淳さんの10分の1でした。さらに眉住淳さんの家に住まわせてもらっていたため、かなりのプレッシャーを感じていたそうです。現在は主婦という価値観もありますが、時代の問題もあったのでしょう。そして3度目の結婚相手になるはずだったのが作詞家の里村隆一さんです。2人の婚約は2001年に報道され注目を集めました。さて、なるはずだったということはどういうことでしょうか。つまりそうならなかったということです。ではその理由とは何だったのでしょうか。それはなんとイタコでした。婚約した後、里村隆一さんが知り合いのイタコに相談した結果、2人の相性は最悪、5年後には歌をやめるようにと忠告されたそうです。
里村隆一さんは信心深かったのでしょう。この忠告が原因で里村隆一さんの側から別れを切り出し、婚約からわずか2ヶ月で婚約破棄することになりました。真由澄淳さんは本件でひどく傷ついたと思われます。しかし運命は時に驚くほど残酷です。婚約報道から8年後の2009年、真由澄淳さんの兄三木隆さんが64歳で逝去されました。三木隆さんは以前下咽頭がんを発症されたり、体調不良が報道されたりしていました。真由澄淳さんが言うには、2009年の初めにはすでに余命を宣告されていたと言います。とはいえ、だから心の準備はいつでも万端などということはなく、三木隆さんが亡くなってから真由澄淳さんは大きな悲しみに襲われたそうです。同年の5月19日に行われた通夜では、私は兄に褒められたくて一生懸命歌ってきた、兄には私はこれからどうしたらよいのか教えてちょうだいと言いたいと述べています。終始涙を流しながら悲痛な表情を浮かべていたそうです。現在はその悲しみからもある程度立ち直っているようで、新たな人生を歩んでいるのだと言われています。二度の離婚と婚約破棄を経験した真由澄淳さん、彼女にはそれ以外にも恋愛スキャンダルがあり、なんと二度の不倫を経験しているのだとか。一人は大物政治家 X 氏、1984に二人は出会い、合わせて1000万円はするパールとダイヤの指輪で愛人契約を結んだといいます。その後二人はファーストクラスでの世界一周に向かい、真由澄淳さんはセレブ不倫を満喫したとのことです。しかし旅行の最中、鏡に映った政治家の瞳に不気味なものを感じ幻滅し、そのまま一人で日本にとんぼ返り破局したそうです。二人目はアメリカの医療機器を日本に輸入していた大富豪の社長でした。大富豪に呼ばれてカラオケに行けば50万ものお小遣いをもらっていたそうです。しかし大富豪が罪悪感に耐えきれず、妻に不倫関係を話したため関係は破局を迎えました。これで彼女の不倫人生は終了しました。2006年58歳頃から2011年63歳頃にわたり、真由澄淳さんは喉のトラブルに悩まされています。三木隆さんが亡くなってから2年後の2011年の1月、5年前に発症した原因不明の喉の病気が悪化してしまいます。慢性的に声帯に痰がこびりつく病気です。喉のアレルギーですが、原因は不明でした。発声が辛い状態になり、これでは歌手として致命的です。その最中、2010年62歳頃、尊敬する先輩歌手とトラブルもありました。全面的に悪いのは真由澄淳さんでしたが、ストレスが原因で糜爛性胃炎を発症します。先輩歌手からかなり厳しい言い方をされたのも原因のようです。先輩歌手が誰なのか公表されていませんが、噂になっている人はいます。あずさみちよさん、青山みちさんのうち誰かと言われていますが、明かされることはないでしょう。喉の病気も悪化して泣いてばかりで落ち込む毎日だったといいます。歌手活動を一時休止しましたが、喉アレルギーの原因が判明したことで治療に専念し、2012年にはほぼ完治しました。先輩歌手水前寺清子さんに耳鼻科を紹介してもらったことで事態は好転したのです。アレルギーが判明して抗生物質を処方してもらうと、たった2週間で解決してしまいました。その後新曲を発表するなど精力的に活動していました。しかし2017年現在は貯金を使って建てたマンションの管理人として生計を立てているそうです。彼女の今後新たな活動を応援したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。